海所自衛隊は、今年5月から8月まで、共同訓練などに参加するため、海地が所有する艦艇の中では、最大となるヘリコプター搭載護衛艦、出雲を南シナ海島に派遣する方向で調整していることが分かりました。5月初旬に日本を立ち、中旬にはシンガポールで国際観艦,艦式と共同訓練に参加。 その後7月中旬に日米印の共同訓練マラバールに参加する予定で公開中にはインドネシア、シンガポール、フィリピンの港に複数回寄港する予定もあるとのことです。出雲の長期海外派遣は各国の主要メディアが報じるなど日本国外でも大変大きな関心が持たれています。外国人、特に アジア各国の方々からは歓迎の声が多く寄せられていました。シンガポール海軍の観艦,艦式とかにも参加してほしい。ようこそシンガポールへ。プラス12シンガポール。俺、DDH-183 出雲大好きなんだよな。日本は憲法で空母を持つことは禁止されてるから、一応護衛艦ってことになってるけど。 空母だよね。プラス22イギリス。出雲は F35 も搭載できるって話を聞いたことがある。インドネシア。日本とアメリカが友人同士として一緒に行動するなんてすごいことだよ。そう遠くない昔、お互いに命を奪い合ってたんだから。戦争がなければ、世界は、はるかに素晴らしいものになる。 プラスス。イギリス日本は中国を刺激するために艦船をこっちに向かわせるの南シナ海で中国と日米との間で戦争が起きたら東南アジアは壊滅的な被害を受けるよ。プラス3マレーシア北朝鮮が脅威を感じて日本海に弾道ミサイルを撃ち込むかも。 もうすでにやってたんだっけ W プラス34国籍不明戦後アメリカと日本はずっと一緒に訓練を重ねてきたんだリベラルの皆さんはそう騒ぎなさんなプラス7アメリカ今回はリベラルも別に文句言ってないでしょプラス7あごめん今のところ張ってことねプラス3アメリカ俺は リベラルだけど文句ななんてないよ。だって日本は俺たちの同盟国なんだからプラス5アメリカリベラルはこの件に興味ないあの人たちはトランプを叩くことしか頭にないからプラスにアメリカ日本は実戦で空母を使ったことがある数少ない国だもんなプラスに国籍不明日の出ずる国 世界の舞台にお帰りなさい、イラク。75年前は戦争をしてたのに、今じゃ一番の親友だもん。中東も、アメリカと日本から学ばないと。国籍不明。日本は、アジアで、一番平和的な国。どうして、中国が日本を刺激するのかわからない。兄弟のように、仲良くやっていくべきなのに。プラス4、ナイジェリア。 彼らの祖父の世代が70年前にこっちに来てめちゃくちゃに暴れてまた戻ってこようとしてる気をつけた方がいいぞプラス5マレーシアそう戻ってくる僕らを中国から守りにもしこの先 WW3 を起こすとしたら北朝鮮か中国かのどっちかだろプラス3シンガポール 日本は手錠を壊せ、憲法9条に縛られることはない。プラス1、アメリカ。日本には、アメリカや他の国をサポートしてもらわないと。それは、多くの国が求めてたことなんだから。プラス3、ベトナム。現状中国は、世界に、負けの影響を与えてる。アメリカ、日本、ベトナム、フィリピン、そしてインドは、 横暴な国を全力であの海から追い出さなきゃいけない。プラス20、インド。中国が日本と同じように艦船を派遣したらメディアはなんて報じたんだ侵略それとも性能のテストかプラス4、国籍不明。全く全ての人が平和に暮らせる道はないものなのかプラス3、アメリカ。 日本の艦船は、日本の海域にとどまるべきだと思うんだが。マリ、そういうことは、まず中国産に言おうか。プラス1、シンガポール。海所自衛隊を直接見たことがあるけど、近代的な艦船と潜水艦をたくさん所有してるんだ。隊員の練り度も高いし、異形の念を抱いたよ。プラス14、アメリカ。 日本人だけはなめちゃいかんよな。プラス4、アメリカ。眠れる大国が目を覚ましたわけだな。日本は、今まで剣を取り上げられていたが、それが戻ってきたんだ。当然、それを手にまた動くことになるさ。プラス21、国籍不明。日本に空母があるだなんて知らなかった。昔は20隻所有してたけど、 残念ながら、全部沈んでしし。まったしアメリカもしかして第3次世界大戦が始まろうとしてるのプラス2アメリカ北朝鮮中国ロシアの脅威にさらされてるんだから日本は本物の海軍を作るべきだと俺は思うねプラス4国籍不明どうして日本は今でも旭日機を使ってるんだろ あれは、大日本帝国時代のものじゃないのベトナム。だって、戦後も、海軍の旗のままだもん。ちなみに、第一次世界大戦以前から、使われてた。プラス1、ベトナム。い雲もはインドネシアにも来てくれるのか、プラス105、インドネシア。とりあえず、見た目がめちゃくちゃかっこいいよな。プラス3、アメリカ。なんてことはない。 ただ、また日が昇っただけだ。国籍不明。フィリピンは、中国のせいで、悪い状況に追い込まれてる。俺たちには、本当に助けが必要なんだ。アメリカと日本には、フィリピンを愛してくれてありがとうと伝えたい。本当に偉大な兄弟たちであり、盟友だよ。プラス26、フィリピン。